空を越えてララ星の彼方ということで、今日はこちらじゃーん、新宿歌舞伎町にあるアトムさんに来ましたということで、こちら何のお店かというと、見てください、職業イケメンのホストクラブでーすので、新宿歌舞伎町でこんなことやってると本当に不審者に扱われそうで怖いんで、挨拶をね、手短に行きたいんですけど、今日はホストクラブでちょっと体験させていただけるということで、はい、でしかも最近なんだろうな、ホルタン面白いっていうコメントがすごい多くて、めっちゃそれは一般のなんだろう、トークの中でもいけるんじゃないみたいな説が結構流れてたんで、その一般のトークの最上級ホストクラブ接客、ここで俺のボケどこまで通用するのか、はい、ちょっとやっていきたいと思います。ガチで緊張すぎて口角が上がりっぱなしで、ちょっとね久々にド緊張してます。久々の外ロケでずっと家で撮ってたんでね、ちょっと慣れない、久々に慣れない撮影なんですけど、ちょっとねやっていきたいと思います。ちなみに僕もホストやってた時があって、こう見えて、こう見えてっていうかクソ人見知りで、コミュ障がコンプレックスで、会社辞めて独立する時にお小遣い稼ぎでずっとやってたんですよ。ここじゃないんですけど、歌舞伎町のホストクラブで、で半年やってたんですけど、一切コミュ障治らなかったっていうクラブアトムさんで、はい、接客を習って、はい、まだ接客にならなくていいや、はい、ボケをかましまくって、お客さんにね笑いを一発取りに行きたいと思います。ということでレッツラゴー。ということで、これクソ箱でかくないですか。これ歌舞伎町のど真ん中の路面店なんで、めっちゃ目立ってますこれ。ということで歌舞伎町の中で大暴れしていきたいと思います。しめよし、はい、今日はちょっと、ベテランホストさんにちょっとお世話になるってことで、はい、僕喋りがちょっと本当に苦手なんです。全然大丈夫だと思うんですよ。余裕ですね。何を思って余裕だと思って人と会話できる時点で、はい、もう大丈夫なんで。あ、もう結構新人ホストさんで会話できない人もいるんですか。いや、もうみんな最初絶対喋れないんで、僕らも絶対喋れなかったですし。あ、じゃあ僕結構ちょっとリードしてます。はい、もう今はそれリードしてます。今大丈夫です。すいません、お名前何ですか。あ、僕ヒカルです。僕ヒカルさんと、僕カオルです。ヒカルさんとカオルさん、はい、今日はちょっと本当にガチ緊張して、これからお客さん来るんですもんね。はい、そうですね。本当、もういいんですか僕スイッチして。いけますよ、しましょう。久々すぎてマジガチ緊張なんです。いや、もう全然接客みたいな、はい、ちょっと習いたいなと思って。はい、そうですね。ノウハウじゃないけど、聞いた話結構世間一般的にも結構通用するんですよね。そうですね、はい、全然。ちなみにどんな感じなんですか、やっぱりそのこれだけはみたいな。二つだけあるんですけど。なるほど。めっちゃ簡単です。はい、年齢と職業だけ聞いてはいけません。はい、ああ、年齢と職業聞いちゃダメなの。はい。なんでですかそれ。これ年齢はなんで聞いたかダメか、ダメか分かります。なんで。あ、女性に年齢聞くなみたいな。そう、そうです、都市伝説であるやつですか。そう、都市伝説じゃない。めっちゃ聞いてた女性。ダメなんだ。よかった、今言えて。あ、ダメなんすか。逆によかったっすよ、今言えて。詰まったら年齢聞いちゃって癖があるんで。やばいな、これ出したらダメですよ。絶対ダメです。やばいやばい。どんな会話が喜ばれます。そうですね、やっぱ女の子褒めてあげたりとかも単純ですけど。もう褒めればいいんすか。もうそっから話がどんどん広がっていく。褒めるの苦手なの。例えば黒髪綺麗なのみたいな。一回僕褒めてみてください。なるほど、詰まってください。もう若い。待ってください、ダメです。もうダメじゃないですか。ダメだったらダメ。ダメダメだったらダメ。滝みたいな感じです。一番いけんのはもうネイル可愛いっすね。あー、もうネイル可愛いっすねみたいな。ネイルしなかったら。ネイルしてない爪綺麗っすね。うまい、うまい、そういうことか。ああ、なるほど。何でも大丈夫なんで。とりあえずバーって言ってます。そうです、はい。何かヒットすると思う。とりあえずバーって言ってます。はい。よし、それ心がけます。はい。怖いな。いや、気持ちきた。絶対大丈夫です。絶対大丈夫ですか。絶対大丈夫です。はい。結構その、始めたての人でどれぐらいまで結構稼げるようになるんですか。うちの店で一番早かったのが半年で1000万プレイヤー。
半年で1000万1000万プレイヤーやばい出てます。しかもあの未経験、あ未経験で、未経験で半年で1000万プレイヤー。じゃあちょっと前のコンビニ店員みたいな。じゃあほんまにそんな感じですね。普通のお仕事されてる。それやばいっすね。うちの店なんですけど今1回路面店で、はいはい、すごい。だって歌舞伎町ど真ん中で、そうなんですよ、目立つじゃないですか。そうなんですよ、めっちゃ目立つんですよ。こんなところでやるのかと思ってマジで、そうです、腰引いちゃいましたもん。そうなんです。それで初回のお客さん、初めての来店のお客様がめっちゃ多いんですよ、うちの店。あ、多いっすね。初めて来るお客さんが、そうです、そうです、あのお店に。はい、で、今、その初めての来店のお客さん、はい、多すぎて、ちょっと断ってる状況なんですよ。そんな、そう、今からそんな来んの。そうです、そうです。毎日、毎日です。マジっすか。だからこそ、こう、未経験の子でもすぐに指名のお客さんがついたりとか、そう、女の子が、はい、新しく、うん、ちょっと、はい、モチベーション上がった。それが上がるとこ。声と顔が伴ってね。モチベーション上がったんで。すいません、ずっと思ってました。お願いします。とりあえず、はい、バーって褒めちぎればいいですね。はい、とりあえずバーって見た瞬間に。そうです、はい、いきましょう。はい、じゃあ、はい、行っとりましょう。行きましょう。行っとりましょう。はい、行きます。はい。はい、乾杯。乾杯。いただきます。いただきます。すいません、トロノスケです。はい。トロノスケっていう名前でやってます。はい。初めてちょっと体験で。あ、はい。なるほど。お名前なんて言うんですか。みなこです。あ、みなこさんって言うんですね。はい。あー、すごい、あれですね。あ、このボーダーがいいですね。韓国浴場でやったら結構いい感じで。まあ、マスクもちょうどいい感じですね。半分顔の大きさが結構いいですね。マスクすごい塞げるんじゃないですか、それ。いいマスクですね。あ、じゃあ、お疲れ様です。乾杯。乾杯。あ、コロノスケです。コロノスケです。はい。すごい若くて綺麗なんですね。おいくつですか。あの、超なんか若いってくれるんですね。うん。あ、ライダースですか、これ。ライダース、黒がいい、ブラックホールみたいでいいですね。すべて吸い込むみたいな感じ。うん。あ、ね、ネイル綺麗ですね、めっちゃ。すごい輝いてるんですね。あ、何も塗ってない。あ、何も塗ってない、そんな綺麗なんですか。ネイル綺麗トーナメントだったらベスト8入りますよ、当然いいのかなって。もしあったら、もしあったら、はい。ありがとうございます。どうでしたか。いいね、いいチャレンジ。じゃあまあ若干滑ってもまあちょっと受けてたところがあったんで、まあでもあんな感じですよね。え、でもまあちょっと死んでたんで。ちょっと見手本見してくれないですか。あー、分かりました。ちょっと見手本見してもらってなかったんで、俺理由でちょっと言ってたんで、ちょっと YouTube ポッケットに行ったんで、ちょっと世界が、ジャンルが違うってことを今知りました。分かりました。一回、雰囲気つかんでください。ちょっと、はい、ちょっと真似させてください。絶対いける。ちょっと、はい、ちょっと先輩オスさんのトークみたいなの。失礼します。いいですか。僕変わるって言います。お名前いただいてもいいですか。お名前なんて言うんですか。レイさん。あー、もうめちゃくちゃ綺麗な人ですね、本当に。いや、もう世界一可愛い。いや違うな、宇宙一ですね。いや正直めちゃくちゃ髪の毛も黒くてすごいいいなと思うんですけど、ぜひ僕とよかったら付き合ってくれませんか。あ、大丈夫です。あ、いいってことですか、それ。あ、いいですか。あ、早かったっすね。じゃあすいません、本当に。いやでもほんまにお綺麗で、爪も綺麗で、いや服もおしゃれですね。めちゃくちゃ細いし、あれ、すごい褒めてるんですけど。ということで、はい、
ございます。ありがとうございます。少ない時間でしたけど、いえ、めちゃめちゃ楽しかったです。楽しかったです。めちゃめちゃ楽しかったです。1キロだったんですよ。今日は今回こちらアトムさん、はい、クラブアトムなんですけど、はい、求人募集してないんですよね。そうですね、求人募集してるらしいんですけど、まあ、詳しいことは概要欄貼ってあるんですけど、はい、いろいろイベントがあるんですよね。はい、あ、そうですね、はい、まず一つが年に2回や旅行、慰安旅行、そうなんですよ、年に2回や旅行あって、そういうのあるんですか。そうです、はい、海外とかも行ったりするんですけど、はい、一緒のホテルで泊まるってめっちゃ仲良くなるので、確かにみんな仲いいっすね。そうです、はい、見た感じ、はい、YouTube もやってるみたいで、はい、はい、そうです。あ、僕ら2人で、2人でユニットで YouTube やってるんですか。はい、サンシャイン TV っていうんですけど、はい、ぜひみんなに見てもらえれば、はい、まあ、どんなことやってるんですか。普通のもう面白いことばっかりやってます。面白いなって思ったことをどんどんやって、はい、面白いなって思ったことですか。はい授業員が、まあ、こんなことやってるんで見てもらえたらなと、それでより分かるんです。はい、そうです、はい、そして、まあ、こちらのオーナーさんが計らいで、はい、まあ、この動画撮影、まあ、このアップ日から2週間後まで、はい、給料なんと2倍にしてくれらしいです。よいしょ、はい、すごいですね、2倍って結構やばいですね、はい、結構やばいですね、やばいですね、はい、はい、で、まあ、結構そのホストって結構先入観でいろいろ行きづらいとかあると思うんですけど、僕自身もガチで会社や4年で詰めたところで26でだったんですよ。はい、半年間、はい、まあ、結構本当に、まあ、楽しくもありなんかいろいろ経験詰めるんで、まあ、結構好奇心旺盛だったんで、でしっかり、まあ、こっちの方もやっぱ全然違いましたね。そうですね、まあ、だからいやらしい目線で来てもいいですよ、全然。はい、全然そういうことですよね。はい、最初は、はい、はい、ガチで今回お客さんついてガチでやらかしてるんですけど、でもまあなんとかはい、なんとかなったんで、なんとか、はい、まあ、ぜひ皆さんも興味ある人は、まあ、こちらのクラブアトムさん、はい、めっちゃ大きな箱でなんか賑やかでめっちゃみんな温かいんで、本当に来やすいと思います。はい、っていうのぜひちょっと興味ある人、はい、まあ、ちょっとホストやってみたいけどやる勇気なかったなって人は、このアトムさんでちょっと概要欄貼ってありますので、ちょっと来てみてください。はい、まあ、来るだけでも若干違いますよね。あ、そうですね、まあ、なんかモチベーションすごい上がるんです、やっぱホストさんの方たち、まあ、やっぱ、はい、見てみないと、はい、あるんで、というのでぜひちょっとお待ちします。はい、待ってます。今日はありがとうございました。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、